このまま行っちゃうとこの引きがさ、戻っちゃうね。だからここでこう最初にここだ、こことここがこう一直線になるように、で重みがかかってる。それが大事ね。このまま行っちゃうとこう戻っちゃう、戻っちゃう。ただこう戻っちゃう、戻っちゃう。これここでこう重み狙ってるのここだ。こうなって重みがかかってる。それで下落とせば。でも分かりやすいのは下落とせば分かりやすい。抜けちゃってると全然抜けない。抜けちゃってると重みがここにグーンってかかって、それでここだ、ここに重みがで、おへその前こうやってやらないで、ちょっとこの重みかける感覚、この感覚、感覚出すから、ね、難しいんだよ。こう抜けていかない、回ろうとしない、回りすぎちゃうとこうなっちゃう。重みがあくまでもここにこう。で、捨てます。で、下。これだね。ちょっとその辺感覚つかめるよ。下に落とす。じゃあ今度、じゃあいいや。なんまあ、上から行く。下から行く。じゃあ、まっすぐにセリフを上にやるってことから手を上げましょう。曲がってると次が、曲がって上行っちゃうと、今度下落ちないんですよね、落とせない。でも、まっすぐ、自分がまっすぐだったら上も行くし、下も行く。まっすぐだったら。これ傾いちゃってて、上行っちゃおうって曲がっちゃったら、これ下できない。でも、自分がいつも真ん中、まあ、筋通しとか、まっすぐで。姿勢が正しければ下もできる。そういう感じです。だからいつも姿勢は大事。姿勢傾いて伺ってたら予定通りは行くかもしれないけど、予定がちょっと外されると次のことできない。だからいつもまっすぐ。で、選択肢がいろいろあって、そのうちの一つとして下に落とす。選択肢がいろいろあって、それを動き出して。だから、この傾いてると選択肢が狭くなっちゃう。そういう話。じゃあ下の上、下なるべくまっすぐにして下もできますよ。あ、それから上もできます。あ、上下できます。下もできますよ。そういう話ね。で、なるべくまっすぐな。なるべくまっすぐ。なるべくまっすぐ。そういう話。じゃあちょっとまっすぐで上と下と自由に。さあこうね。上はこう。まっすぐだろいつも。やらないので、いつも自分まっすぐで、下やったりなんか下、下、まっすぐ。で、崩れてきてから崩れないように、崩れる前に、下が崩れてくる前に、下の根が出てきちゃうと、こうなっちゃう。だから、まあ、自分がいつもまっすぐで、で下、下行くんだったら、こう下、上行くんだったら、このままで、いつもこう、いつもこう。いつもできますよ。どっちでもいいよ。そうです。今こう外側にこう自慢でしまう。内側入っても同じね。内側って意味はこう。この時も内側こう内側にこう入ったりするとなっちゃうから。外でも内でも姿勢が同じ。外内姿勢が同じね。で僕はね姿勢悪いってよく怒られてたんですよ。ずーっと怒られてた。で姿勢が丸まってるとか、大体こうなりますよね、みんなね。なんかやりたいから、みんなこうしてる。で、姿勢悪いって、ずっと考えますし、まだ姿勢が良くないんですけど、どうしてもやりたくなると傾いちゃうから。で、相手が完全に崩れてからこうだったらいいんだけど、っていう話。だからなるべく外に出るのもまっすぐ。まっすぐ、自分まっすぐ。で、こう、自分がまっすぐ。そうするとほら、なんていうの、いろんなことができるから。じゃあ、外と内やりましょうね。外に出るのと内に入る。はい。同じ。で、姿勢まっすぐ。外に入るのは、ランキングがまっすぐになって、平均線であるで、外れちゃうと、こっちから。平均線でまっすぐ。で、内へ変わって、で下やりたいんだったら
に入る、こっちに入る。両方やっていいんですけど、外に入ったり、ね、外とか後ろから来たらどういう話なんですか。その上に対してそこに入る、彼女に対してそこに入る、それは話。うちっていうのはこの線に対してうちに入る、うちがその話だったんです。うちに入るんだったら、この線、ね、ここからこう回ってやって向こう側にはできないんですよね。上に出すしかない。そしてここにいたらやられちゃうから、すぐ外に出なきゃ。そういう話じゃん。だから外は安全、この手が来ない、この手があるから、これ以上来ない、これさえあれば、これもっとさえあれば、これ手離してね、例えば手離してボカッとするけど、その前にボカッとできるから、なんかしら、そういうことですから。じゃあもうちょっと技決めてね、なんかこれ外はこう、外に出るんだったらこう呼吸するけど、あとは外に出るんだったらこうパワーくれば、なんかこう、でかいじゃん。外に出るんだったら、なんか気になるよ。こういう気持ちで、大体基本的なね。だから、うちに入るんだったら、うちに入るならもう、こう、成長線。で、次来るから、すぐ落としてくる。そこ、3曲で、3曲。大体投げみたいな。うちに入ったら、すぐ、すぐ、やらないと。こうやってやって、なんかこの手に行っちゃったらやられちゃいますね、ここね。だから手に行かないで、すぐパン、パン、パン、パンと、この、すぐこっちの線に、この線のこっち側に来ないと、やられちゃう。これ、ピッと、こうやって、こっちから入るか、指定作用というか、こっちから入っても、こっちから入ってもらえちゃう。これ、それはどうやろうか。じゃあ外に入る、家に入る、家に入るのは外に入るのは何だっけ、外に入るのはこれぐらいで、臨機応変に姿勢、同じ姿勢で、同じ姿勢っていうのは外に入ったらまっすぐ、家に入ってもまっすぐ、これからなんだよ。で、家に入った場合はまっすぐ、それから正中線にずれちゃうと成長線、いつも成長線、こうなれる。そうそう、だいたい回しちゃう、回しちゃうと、だから最短距離で、最短距離で、それで腰を使って最短距離、だから最短距離で行きたい。いや、手を振り上げる、こうやって、こうやって、パスワーとか、余計なことがない。もう、基本だから、正面、蹴ってあげるの、基本だから。外通るし。じゃあ、それ、みんな出したら、こっちに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 、腰は壊れている自由で、で足が開いていると腰が回らない。ら閉じてた方が楽な、閉じてるとそのリンゴが向こう回れるから、これ開いてると、ね、足が邪魔しても腰が回らないんです。これ閉じてるとね、回るの、この方まで回るように閉じてるから、足は何かやるときは閉じて、閉じて中心にこうしてフォーカスが開かってるとすごい大変だから、回るときはで、押し合わせるときはこう閉じてる、こういうことをやっていく。そのコツなんだけどさ、コツっていうか、コツね、コツ、それは無意識でやってるのよ、我々ね。僕らも無意識でやってるんだけど、それが足開いてるの見ると、ああ閉じがいいのになって思うんですよね。で、ああそういうの見ると、ああ回るときは足閉じましょうよ、そういうふうに見える。自分でやったときは分かんない、閉じてる閉じるようになっちゃうから、やってるな、手をやってない、だからこうやって
開いたままやってみなくて、閉じた、閉じたの全然やる。そう、彼女の対応して、はい。ああ、じゃあ今度、外、まあ外ね、外、じゃあこっちから行けば行くんですよね。で、これ、姿勢がこうなってると、一手しかできない。でも姿勢がまっすぐだと、こう3秒で。そういう話ですよね。こう、この手こうやって、こうやってやってる人を3秒できないんですよ、これ。3秒すぐやりなさいって言われたら3秒できない。これ1分しかできない。向こうしてるから。じゃなくて、姿勢がちゃんとしてて、してればね、姿勢が、こっちも行けますよ、こっちも行けますよ、そういう話でしょ。姿勢最初。姿勢大事みたいな。選択肢が多いです。こうなっちゃったらできる。3秒できる。まあ、できるんだ。場所、それでなんか崩していく感じじゃないと、ここをこうやって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 やったらこれしかできないから、これしかで、ぐーってこうやってやっちゃうんですよね。じゃなくて、自分の位置の関係、位置の関係で、あーなんか間髪してガーンってぶつかってきたらやめたって、こっちが入ればね、入ればできる。こっちの手取りたかったらこれ、こっちの手取りたかったらね、そういう話でしょ。よっかかっちゃいけない。姿勢をちゃんとして姿勢をちゃんとして、なんか姿勢、いつも姿勢ます。ここにこだわってない、ここにこだわってない、やろうとしてない。で、場所もらう。で、グリーンで、ポン、ちょうど入っちゃう。それにやった方がいいですよ。で、そういうやりたいと思ってやってるんですけど、なかなか下手だから、僕らなるべくそういうの目指して、自由にまっすぐで、場所取りで、場所でっていう、場所と振りかからない、まっすぐ姿勢、そういうところ重点的にね、ちょっと痛みはどうしようかな。じゃあなんかこう持たれて自分の足つかめしょう。手使わないで、かかってるぐらいだったり、かかってるぐらいだったら、でもなるべく使わない。体の動きなんかこういうのを意図して、意識してこういうのを目指して、体の動きで手を使わないで、手を使うとかかりがちだから、手を使わないで、手はないと思う。ついちゃってた、なんかね、体がこうで、なんか体が手はこれでやらない、そういうで、後ろ入るとまた内に入るのでもいい。でも体が先ついてるのがこう自然と、みんな使って場所を取っていくから、なるべく手でスタートしないで、手は忘れて、どういうふうな稽古方法がいいかね、いろいろ研究してない、また考えてないけど、なかなかうまくいかないです。
そういう稽古する人たちがそういう意識でやってもらうしかないんですよ。だから今度はだから少し体を使って手つかない、手つかないでやろうって決めないとできない。手つかないで、手つかないで、手つかないで、つかないで、なんか手つかっちゃってみたいに見えるけど、手つかないで触ってるのはいいですよ。でも手使ってるわけじゃない。場所でやる。じゃあ少しやる。いろいろな。やろうか。これほら、こういう、例えばこの部分で、これ無理なのね。だから、これは作って自分が動くの。ここは、これただの棒だから、こうなってる。これと同じ。これ、力、いかないですよね。だから、こう持たれてたら、自分が動いて、こう、ここは何もしてない。そして、ビューって、だったら、投げられちゃう。こういう感じ。筋肉で投げちゃうんじゃない。これ、ただの棒だから。で、それとあと、方向って、こう来てさ、ポンってやられたら、彼女やるんだよね。ところが、これ、ビューってやったら、ほら、筋肉って、人じゃない。だから、この棒は手と同じだから、これ、ギューってやらないで、自分の場所を動いてきていないか。あ、それだけの話だ。この筋肉使ってたね。この筋肉ないから。この筋肉使わない。大変なもんだ。そういう話ね。場所でやる。場所とかそういう。じゃあ、そう。たまたま。これ棒はちょっとでかいからね。旗でもないの。これ旗、筋肉、こういうものを使って、担当とか木線とかさ、錠とかさ、それだから稽古とか錠を使ったりしてるから、錠には筋肉ないの。こういうのを使う時もね、こうギュッて持つんじゃなくて、こうやってるの。で、こう振るから、そういう感じ。ギュッてやってるの。ギュッてギューって行くわけないんだもん。でもこう動くんだよね。そういう感じだもん。棒とかそういうの、だから筋肉変えない、手ぬぐいとかさ、昔って皆さんもやらないけど、昔はよくやられた、手ぬぐい使っていいってやるとかね、手ぬぐいのボタン持ってなんか、手ぬぐい使ってなんか、みんなでこうボタン、これ力入んねえ。ただの棒だ。そういう話ね。で、そういうつもりで、だから位置をもらう。それからこうなったら、こう、定時で離れたらダメ。いつも僕のおへそ、このおへそは、彼女の方向いてる。で、こっちが来て、例えばこう来た時も、こうね、変えられる。いつもこっち向いてるから、いつもこの手意識してる、この手。これできたら嫌だから、やられちゃうから。やられないようにして。で、来てもいいですよ。来たときは、こうやっちゃいますよ。そういう話だからね。そういうの意識して、意識がしてないとじゃできないから。意識してないと手ばっかり、この手なんとかやっつけてやるってのが一番良くない。姿勢意識して、場所意識して、相手の方向意識して、いつも自分がおへそこっち向いてるの意識して、いい場所取るの意識して、いい場所取る。いつも彼女が来ない。全然安心。安心の中ではそうね。そういう話だから。そこが一番大事なポイントだから。我々は一生懸命頑張ってるんだけど、なかなかうまくいかないですけど、もう少しさ、今度は、じゃあ入った反対のこの手意識して、ね、来ない。来たら何だ。ちょっと反対の意識したいのか。理想が、こう外れるな、こう外れちゃう。でも、その2つ、ちょっと意識してみましょう。この手が安心、何もできないってなの。さっきも誰かに話しました。もう握っちゃってた。これなんか、やばいなと思うときは離れた方が離していくのかって、さっきも離していく、このカントリーとか。そういう。
ついてる限りは安心、これ持ってる。持ってるから何もできない。嫌なのはこの手、この足。だからこの足と手、持ってこの手は安心。だからこの手を使ってこの危ないところを防ぐ。とこれ切れちゃったら危ないんですよ。切れちゃったら立つ。持ってる限りは安心。だから持ってる状態で何かやりたいわけ。だから その時につなげるとか、なんか先生ね、よく言ってますけど、切れないとですね、持ってなさい。持ってなさいってのはおかしいな。持たせるって言ってますから、切れない。だからこれガツンってやって、切っちゃったら次来るから。だから持ってれば安心。安心全然ここないから。この手がつながってるからってね。体勢が変わってこない。これ、力抜く。彼がやりたければ、力を抜いてこの手は離さないで。ね、それでボカッとできる。でもこうなっちゃってて力入っちゃってるからもうこれどうしようもない。これは手離してそれはボカッとやりたい。だからこの手ですごく離す。で危ないのはここ。そういうことを意識してるんですね。ガッツギャルでこうやって線に来て来てもいいんです。来て来た来た、なんか足でもいいんだよ。足来た、こういう状態に来たらもうありがとうなんだけど、でこうじゃあ結構いいかって。で来たりね、危ないのはこの手なの。だから来てもいいですよ。あ、来た時は安心してこうできるようにしておきたいわけ。そういうことをちょっと意識してやりましょう。なんかこう来たら次攻撃。そしたら例えば腰を返してなんかやるとか、こう来たら来たらもうね、こう回す。じゃあ反対の手取る。で、その前提としてはこの手をつながって、この手半分殺してるんです。半分完全にフリーになってるとすごい危ない。あれ、来ちゃうから。お二人さんとこれがやっちゃうだから必ずこの手を使ってこの攻撃を緩めてること、減衰させておいて、それで来て、あ、で、それでも無理して彼は返せ。こうやってなって来ないんだけど、やるよって時にはこの手もらえるから。もう力ないから、やりたいけど僕も勝てるから、マグロしてほしい。こう半分入ってる、半分入ってるから来てるか。まあそういう話。じゃあちょっと片手持たせて、そしてこっちの手を意識して、こっちの膝意識して、こっちの手意識して、でちょっとさばいてみて、常にこの手切れない、力が切れない、持たせて、でちょっとその手を変えて、こういうの、これもいろんなことを考えてやらなきゃいけないんですけど、まあこれは基本はね、自分がまっすぐで自由、もういろいろ自由にこう、他にいろんなことができる。おお、いろんなことできる技ね、こう、まっすぐでできるわ、こう。から、こう、回って、こう。ね、いろいろ、こう、こう、こう。何しろ、自分がいつもまっすぐ、これ畳みだから、我が家に畳みちゃったらダメだから、いつもやるときはまっすぐな、まっすぐでランカやってる、まっすぐな、まっすぐ、それ意識してる。いつもまっすぐ、いつもまっすぐ、いつもまっすぐ、これいつもまっすぐ、いつもまっすぐって言いながらやる。結構するとね、自分自身が曲がっちゃって、あ、かかったなと思うときあるじゃないですか。いつもまっすぐ、いつもまっすぐ、いつもまっすぐって言いながらやるんですよ。そうすると結構ね、できるようになる。何しろこう、ついちゃって、あ、つかない、そうする。そういうふうに、自分自身の意識がどっちかないと、なかなか修正できないんで、いつもね、そういうふうに、ちゃんと、表面意識に上げないと、なかなかそうできない。表面意識に上げると、まっすぐ。まっすぐ。ありがとうございます。まっすぐ。まっすぐ。ただいま、終了。表面に。表面意識に上げろの練習です。結構です。繰り返します。
勢とかね、意識してるってどうなりました。無意識で相手のご用意絶対飲んでます。すごい話。じゃあ少し呼吸だけでしょ。